ミキャンプ和琴のキャンプ場に来ています。後ろに見えるのは屈斜路湖です。次は個別サイトを見てきます。ここはね、オートサイトではないんだよね。うん、かわいい。荷物は専用の駐車場から運んでくるんだけど、うん、テント張るところは例えばここだと、うん、10番だと、うん、ここにテント張って、うん、ここね、うん、竹地の床がここにあるんだよね。あ、そういうことか。そうそうそう。ああ。そしたらちゃんと傷めないで済むね。うん、ここが個別サイトの駐車場。あ、そっか、うん、ここに止めて荷物をリヤカーで運ぶ、うん、そうだね、ことなんでね。で、うん、リヤカーがまたまたね、うん、立派なんですわ。そうだね。今日風が強いんだけど、景色はやっぱいいね。ちょっとこう霧がかかっちゃってるけど、ちょっと雲かかってんだよね。天気がちょっとあまり良くないんだけど。そう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 。リキャンプ和琴の近くのところね、和琴半島のところを散策することにしたんだけど、まず 今ここに和琴キャンプ場、はい、ここだね、ここリキャンプの和琴キャンプ場があって、はい、あってさっきここをぐるっと回ってて、うん、キャンプ場内を散策したのよね、うんうん、あのデッキからの展望をこう見てきたんだけど、うん、今度あの、うん、和琴半島一周回るんですが、うん、はい、まあ、こう進んでって、はい、あのちょっと有名なあの露天風呂があるんですよね、はい、無料の露天風呂がある。露天風呂の、うん、でそこからまあぐるーっとこう回って、はい、帰ってくると、だいたいゆっくり歩いて1時間半ぐらいという話ですね。はい、はい、そうだね、うんうん、結構あのいい運動になると思います。ちなみに、はい、このあの今回泊まった和琴キャンプ場の向かいに、うん、はい、和琴湖畔キャンプ場っていうのがまた別なキャンプ場があります。はい、はい、ここも景色良さそうだね、うん、そうそう、うん、あと今回はね、あのインスタでどんな動画が見たいですかってあのアンケート取ったところ、登山してるところとか、あと散歩してるところと、あとあのお空とかね、施設内の水場とかそういうところが見たいっていうのを答えてもらったので、それに
応えるべく、ちょっと登山は今回ねそこまでではないんだけど、うん、散策でね、うん、ちょっといい景色が撮れたらなと思っております。今ねここすごい開けてるところで、うん、すごく景色が見やすいね。そうだね、うん、なんかここただ見てるだけでも綺麗な景色だから、そうだね、うん、ちょっとね曇りなのが残念なんだ、うん、残念だね。露天風呂、この場所はキャンプ禁止です。もうちょっと奥まで進むと、はい、おお、うん、なかなかの獣道が。本当だ、あ、岩場に出た。あ、本当だ、足元気をつけて、うん、おお、へえ、綺麗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 、すごい綺麗。これはでかいね。うん。トドマツとエゾマツ。エゾマツ。これはすごい。これはすごい。さっきの火じゃないね。うん。ほう。これは大きいです。もっと近くに。寄ってみよう。ああ、真ん中の木とか枯れてたりもするね。そうだね、うん、すごいわ、幹は1個なんだね、うん、はあ、こっちの方は枯れてて大きい、うん、いや迫力あるわね。ほう、ほう、そこに今、あ、見えなくなっちゃった、あの大きい木あるでしょ、あそこにポーンって。手前の、うんとね、あっちの向こうの、え、あの奥の大きい、そう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 、大きい木、うん、リスかな、なんかピョーンって飛んでってね、2、3回飛んでった、こうやってピョンピョンピョンって。もういなくなっちゃった、いなくなっちゃった、うん、見つけられないね、落ち着いちゃった残念残念、ここ危ないわ、確かに崖だ、うん、橋になってるね、うん、気をつけて、はい、タカさんも気をつけて、なんか軽登山っぽくなってきたね、うん、すごいこれだね、うん、階段のこと言ってたもんね、あるっつったもんね、暗くなったり明るくなったり、暗くなったり明るくなったり、だいぶ先っぽの方に来たのかなね、半島の、お、明るい、今日で一番明るいかももうちょっと行かないと見えないね、そうだね、いや、
これはすごい。すごい、こっち側ザブンザブン音するね、うん、風もねすごい感じるんですわ、うん、すごい、波も高いしね、こっち側ね、うん、半島の反対側は全然音も匂いもそうだ全然違う。知らなかった、うん、突然本当だ建物が現れました。向こう側から回っていけるみたいだね、行ってみっか。うん、何だろう、わあ、こんなところに一軒家みたいだね、こんなところに一軒家みたいな、何だろう、うん、え、あ、湯気が出てる、うん、こっち側は海みたいだな。そうだね。おお。べしゃべしゃ。べしゃべしゃ。うん。戻ってきました。